ーちゃん、出るかな。ほーちゃん、ほーちゃん、起きて。ほーちゃん、ほーちゃん、起きて早々失礼します。失礼します。お姉ちゃんが今日はシーンで買い物をしたので、こちらで買ったものを紹介したいと思うんですけど、ちょっと一回ここに座ってもらっていいですか。ドンキホーテ来てるな。演出上カーテン開けたものの開け閉めます。あ、すいません、ちょそこに座れるんじゃなくて、あのこちらに来られることできます。待って、いい、大丈夫大丈夫、映ってないからそんなに。ってことで今日は、ほのぼの起きてすぐの、交流品紹介に参加してみた、やっていただきます。よろしくお願いいたします。ってことで久しぶりにシーンで買い物したんですけど、今回はですね、まあ、紙袋伊勢丹なんですけど、全然シーンなんですけど、今日は夏にね、私たちまた、愛と狂気のマーケットラフォーレ原宿でハンドメイドの商品を販売するんですけれども、また詳しい情報はね、お知らせ動画でしっかりできればと思うんですけれども、そちらをする準備のものを買ったりとか、あともコロちゃんも結構テンション上がるものを1個買ってて、今日それを紹介したいと思います。お願いします。ドンキホーテで。はい、それでは紹介していきます。まずお洋服1着だけ買ったんですよ。それを最初に紹介します。こちらね、ジーパンです。このジーパンはいくらかな。待って、ニキビできてる、最悪、もうやだ。朝あるあるですね。朝鏡を見た時にニキビができて、こんなへこれからあるあるです。値段をね、今日はちゃんと言ってきましょう。シーン、値段言ったらいいよか。あ、いいの、そんなことしてくれるの。朝起きて早朝、早朝、早朝にやって。今何時ちなみに。え、もう早朝じゃない、全然。こちらですね、ですね、2387円が、クーポン使ったの、これ。はい、クーポン使いました。1907円で手に入りました。かわいいデザインで、ポッケが見えちゃってるよーのデザインで。で、S サイズを買ったんですけども、さっき履いてみたら、かなりハイウエストで、でもちょっとやっぱ腰回りがね、もう少しこうキュッてなったらよかったなと思ったんですけど、ベルト止められるんで、ベルト止めます。ジーパン土の中に入れるっていう。でして、ジーパンを土の中に入れた色してるねっていうアドバイスいただきました。ありがとうございます。お母様曰く、これはめっちゃ色落ちしそうって言ってました。で、次こちらね、アクセサリーなんですけど、ギターのアクセサリーで、エレキのアクセサリーです。いくらですかこれ。はい、アイフェイスも私がやりましたよ。あ、結構かわいい。182円が146円。これ男性用だよ。そうなの。男性用の指輪がすっぽり入る。サイズもちょうどいいんだけど、かわいくないこれ。グッドいただきました。で、次今日これちょっと貼りたいなと思って、あのネイルパーツってかネイルシールなんだけど、にゃんこのネイルシールと、あとなんかこういう何の模様かわかんないやつ2個買いました。1個がその犬と猫のやつ、うん、そう、後ろ犬なんだよね、が257円が206円になってて、うんうん、あともう1個のやつは、うんうん、332円が266円。はい、え、どっちの方がかわいいと思う。乗っちゃうらしいな、こっちだけど、つけてほしいな、こっち。やっぱり今日イリさんのライブに行くんです。だからもう見て、かわいいお洋服着ちゃって。で、後でちょっとこれ貼ろうと思います。次、これは多分コノちゃんテンション上がると思う。じゃじゃーん、これね、ネイリストの人がよく使ってる、あのネイルチップを手にぶっ刺してネイルチップ作るやつ。おー、ありがたい。すごい、なんかこれはイエベ、ブルベ、こうやってここにね、ネイルチップない、あるっしょ。あの、ワゴンは、あ、ごめんなさい、私がさっきネイルしたんで。こんにちは、おはようございます。手と顔の差が、あ、すいません、ちょっとこのさ、使わないネイルチップある。なんかこれ多分ここがさ、できないやつか、吸盤になってるやつがあったんだよ、ここが。こんな感じで匂い、うー、すっごいゴムの匂い。手長すぎるじゃん。これ指曲がるの見て、指曲がるの。ちょっと刺してみますね、親指を。あ、親指を。うわ、これ綺麗に刺せないのかも。あー、これ専用のネイルチップある説あるな。あ、いや、刺せた、刺せ、刺せない。なんかもうちょっとちっちゃいやつない、これ。大きさがでかいわ。すいません、バッグにやってもらってます。私結構アクセサリーをシーンで最近すごい見てて、買ったりとかもしてて、いいね、今日これつけてこう。中指チョイスでやったん。あ、中指入りました。こんな感じ、うわ、落ちちゃった。え、これつく、つかない。これじゃないんだね、じゃあ。顔が多分守ってない。あ、そういうことか。なんかこう、こういう風にネイルチップをこうつけてやるやつなんですけど、まあちょっとまた今度やります。ダイソーとかでね、ネイルチップ買って、なんかショートでネイルの動画上げたいんですけど、自分の手じゃね、やっぱりその何回もできないからっていうのがあったんですけど、これでほのちゃんもショート取ってね。これいくら。すごい、見て、手の内側まで。安っ。622円が498円。安っ。もう一本買えばよかった。なんか怖い。
こっからはそのハンドメイドのやつで使うものなんですけど、まずタグですね。こんなが売ってるんですよ、シーンに。363円が219円。あ、結構しんな。291円。あ、そうなんだ。で、じゃあ最近シーンね、うん、お値段ちょっと上がった。やっぱそうだよね、ちょっと値上がりしてるなって私も思ったんだよね。で、あと前回も使った袋を買いまして、透明の袋なんですけど、100枚のやつ。これ100枚だわ。100枚のやつ、571円が381円。うわ、他のちょっと大きいバージョン、さっきのよりもちょっと大きいバージョンも買ってて、これが45枚。356円が285円。安っ。で、ラストじゃないです、それをね、2つ買ってると思う。あ、それじゃ違うわ。あれ、2つ買ってるやつは、うん、1個が548円で、うん、セールで439円ですって。で、ラストが、これがね、前回すごい欲しかったなと思って、それが45ピース。この見て、上がさ、こういう風に穴が開いてるやつで、引っ掛けたりとかもできるんで、これがいくら？356円が280円。こんな感じで、ハンドメイドのものは結構、あの袋とかはシーンとかの方がいいのいっぱいあるんで、そういうところで探してます。合計が、はい、4866円。もともといくらだった？もともとが出てこない。あ、出てこない。私こんな指輪持ってたんだ。今日はおしゃれしてくるんで私。こんな指輪持ってたの？なんかこれポップだね何その顔。で、アクセサリーしたい。あっつくね、この部屋。あー、回答ゼロ。あっつくない？わかんない。わかんない。え、面白い。鼻の穴が綺麗だね、あんた鼻。あんた鼻高いんですよ。ということで、ちょっとじゃあこのシールを貼りたいと思います。一緒に選んで。にゃんこシールね。開け口がわからないね、これ。あ、本当にこれ2枚しか入ってないわ。犬と猫です。今日は猫を貼ります。どうしよう。にゃんこにすんの？うん、それどうやって言えば。え、あんたといえばにゃんこだもんね。うん、はいはい。こいつどう、どこ？中指。あ、こいつを中指。あ、これは中指。うわ、これすごい、本当にネイル用だ。ピンセットが。あ、でもいいよ。じゃあ中指貼ってからお披露目します。じゃあ私も貼ろうかな。あ、そっか、あなたも今ネイルしてるんだっけ。カミソリとかあるじゃん。見てください、中指にニャンコがつきました。ニャンコだけじゃないね、これ。そう、なんかライターとかある。次はどう？すげえな、爪。ちょっと見せて。やば、すごい、ギャルじゃん。今回そんなにあのパーツつけてないから。いや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 、反対側の中指にこのクリームソーダ。クリームソーダ、はい、猫じゃない。夏中指にクリームソーダを貼ってます。あ、曲がる。あ、やば、むずい。これピンセット使えばね。いじるもつかないんだけど。あ、でも綺麗に貼れた。はい、中指にクリームソーダ貼られました。クリームソーダ貼った隣に、うん、薬指にこれ。薬指これか。ここちょっとギョギョ悪い。いかついな、これ絶対。私親指とかなんかでかいメジックかと思ったけど違ったな。うわ、ちょっと待って、ずれる。あ、結構綺麗に貼れるわ。はい可愛くね。結構可愛い。嬉しい。ちょっと可愛い。反対側の小指にこれ、うん、全部に貼る。ここまで来たら全部に貼るな。ね、シールどこ行った？ね、シールが消えた。見て、ある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 。目のやつくんの上小指に猫が増えました。あ、でも可愛い。はい、付き貼りました。ありじゃね。可愛い。可愛いね。来た、可愛い。ここの指に貼りました。貼れない。これちょっと待って。はい、貼れました。親指見せ方が難しい。うちの人差し指と小指だけ。小指に、はい。あー、いいねー。ディアマラー最低の二人だ。あ、難しい。でも可愛く貼れてます。あと2つ人差し指。やばい。どっちの人差し指？どっちでもいい。うん、あ、貼れた人差し指。右手完成。左手のラスト1本。んエビかーい。猫じゃないんかーい嫌の反応の仕方が YouTuber すぎておもろい。うん、嫌だね。嫌な反応。かわいい。こんな感じになりました。トップコート塗った方がいいよね、これ。取れるもんね。じゃあ上からトップコート塗って入りのライブに行っていきたいと思います。ということで、本日は私が久しぶりにシーンで購入したものを起きてない妹と一緒に紹介してみたでございました。また今度ね、起きのほのぼの見たいよと思ったら、ヒートグッドボタンちゃんとでよろしくお願いします。すごい、なんかこのポーズめっちゃ良くない？綺麗なんだけど後ろにフォーカスが。それね私がね、この前のシーンの紹介の時にね使ったからけだね。あ、そうなんだ、はい、ということで、また次回のナロン番組でお会いしましょう。キャンバイバイ。じゃん。Love you from the first time you called me late. Love you from your whips and your weekend games. Always on my mind, always in my brain. With you, the summer came and went in a day. And I've been craving you since the first time that I sat by your side.